現代ではもう一方、ウクライナの原発が爆破された時、実際はどうなるのかと、ありえないことが起こるのが戦争ですというレポートも、ね、なかなかね、はい、要はダム破壊したでしょ、はい、そうですね、うん、あれでも大変なことになってるんですけど、はい、あれは結局はですね、うん、ウクライナ軍がメリトポリに到達するためにはカフカダムがあるヘルソン州を侵攻せざるを得ない、はい、カフカダムがある、うん、そこでダムを爆破したと、うん、ロシア側もウクライナの狙いは十分に理解している、ウクライナ軍をヘルソン州側から進撃させないためにダムを決壊させ周辺部を浸水させることでメリトポリ方面の防御を固めようと考えたのです、はい、これはだけどそのザポリージャ原発の冷却水を取水していたりですね、それからこれ、うん、そのウクライナのですね、はい、農業地帯のですね、はい、その水としてものすごく大事だったわけでしょ、 そうですね、そこは全部水に浸かっちゃってですね、はい、ウクライナの農業を壊滅的な打撃を受けてるんですよね、うん、だからこれはね、まあ復興にはもう10年以上かかると言われているんだけど、こんな重大な環境破壊、ね、これまあそのロシア側はウクライナがやったって言ってるし、はい、ウクライナはまあその、うん、ロシアがね、ロシアがやってるって言ってたけど、証拠をいくつか出して、結局ロシアは取られると思ったらめちゃくちゃにしてやれっていう、うん、まあ、ことができちゃう、まあ、そうだよ、だから後先考えなくて、だから、うん、原発を狙うんじゃないかとか、うんうんうん、そう、戦術核を使うんじゃないかって言われてるんですよね。高橋杉雄さんが言ってます、防衛研究所の、ロシア軍はザポリージャ原発近く周辺にロケット砲部隊を配備し、原発を盾にウクライナ軍へ一方的な攻撃を続けています。これはウクライナ軍としては悩ましい問題、ロシア軍からザポリージャ原発を取り戻すために隣接するドニプロ川から特殊部隊を潜入させる可能性はあります。その銃撃戦の中で流れ弾が原発の建物に当たるリスクがあります。考えたくはないですが、撤退を余儀なくされたロシア軍が重要拠点を敵に渡さぬため原発を攻撃して破壊するという事態も起こりかねません、それですね、本当にロシアなら昨年2月国際社会から孤立することが明らかな状況で、ウクライナに侵攻を始め、11月には実際にザポリージャ原発に10発以上の砲撃を浴びせて電気設備などを破壊していると、この時もロシアはウクライナの者だと言えしないしていたって、はい、とんでもない、そうなんだよ、ですよね、原発は武力攻撃をされる想定では設計されていないため、仮にロシア軍からミサイル攻撃あるいは砲撃をされれば格納容器は貫通または亀裂が入る、ロシアが航空機を意図的に墜落させ事故によるものだと主張することも考えられる、うん、怖いんですよこれ、はい、もはや自分がダメならあとはどうなってもいいという考え方ですからね、うん、はい、そうなんだよ、ポストもやってるんですよ、はい、プリゴジン、プリゴジンの最強人脈がプーチンの弾を取るってすごいタイトルなんですけどね、はい、緊急レポートってやってるんですけどね、はい、その前にこのニューズウィークのこれアンケートが面白いですね、はい、プーチンとそのプリゴジンとどっちが人気があるかというと、5月28日から6月3日の Google トレンドで人気度を示す検索需要はブリゴジンが100ポイント、プーチンは28ポイント、はい、5月にヤンデックスでブリゴジンが検索された回数は74万4000回、プーチンが検索された回数は30万5000回、うん、もうその全然人気度は違うんですけど、そうですね、うん、だからこのプリゴジンがロシアで反旗を翻したという、うん、はい、ニュースが今朝あって、うん、そういうふうな、まあ、だんだんプリゴジンが人気があるので、うん、プーチンが潰しにかかるだろうと、そうそう、でプリゴジンが悩んで自殺するっていうことで決着を迎えるんじゃないかというニュースもあったんですよ、もう自殺するような人じゃないけどね、自殺する人じゃないんですけど、みんな最後はロシアね、ショイグ・ゲラシモフ、そうそうそう、弾薬はどこだって言ってた人ですからね、あの映像ですからね、悩んで自殺するか、自殺すると悩んで自殺するような弾じゃないと思いますが、そうですね、はい、でも最後は自殺するんじゃないかとか、不可解な死を迎えるのか、事故死を迎えるんじゃないかという、はい、ことが言われてましたよね、はい、そうなんだよ、もう6月11日 SNS ですね、ショイグ国防相とはいかなる契約も結ばない、こう言ってるんですね、はい、最前線でウクライナ軍との戦闘を続けているワグネルによるロシア正規軍への絶縁宣言だと、筑波大学名誉教授の中村逸郎さん、ショイグと契約しないという発言はこれから自分たちは独自に動くという宣言に他ならず、プーチン政権との決別にも取れます、
このところプリゴジン氏はプーチン政権の戦況の見通しの甘さを指摘し、ロシア革命が起きないとも発言していた。両者の溝が深まっていることは間違いないでしょう。ワグネルがバフムトから撤退する際にロシア正規軍と打ち合いになったとの報道もありました。プリゴジン氏が反政権派と手を組み打倒プーチンに動く可能性は十分にあり得る。実際プリゴジン氏が5月25日に撤退を表明したタイミングでゼレンスキー大統領が反転攻勢を仕掛けています。タイミングの良さから両者が裏でつながっていると見る向きもあります。頑張って反旗を翻してそのままモスクワ占領までちょっとやってほしいなって思いますけどね。プリゴジンも怖いけどな。ああ、そう変わってどうなんだと、はい、そうですね、はい、まあ変わればなんていうか休戦のきっかけにはなりますよね。可能性はあるかもしれないですよ ね。プーチンと同じことやっててもしょうがないわけですから、プリゴジンだって、はい、いたずらに戦争したいわけじゃないでしょうか、いくらでもね、はい。ロシア当局がプリゴジンを逮捕するんじゃないかっていうニュースが昨日からありましたから、うん、逆に、うん、まあ、やられるぐらいなら、うん、反旗翻してるっていう感じなんじゃないかなと思いますけど、ぜひ、うん、まあ、ね、下克上をやってほしいなと思うんですけど、はい、ここでロシアの明智光秀って書かれてますけど主君殺しをやってその後プリゴジンもやられるっていうぐらいの一番いい感じです。一番いい一番やっぱもうロシア解体し早く解体してもらわないと、うん、やっぱアメリカもそのウクライナにお金を出してて中国と対決する準備ができないじゃないですか。そっちをやんなきゃいけないよ。武器弾薬がもうアメリカも足りなくなってるっていう噂ですからね、うん、台湾有事があった時にね、そうなんです、はい、本当そうなんです、はい、